Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new Guilty Gear Strive. あるいはこんばんは。ギルティギアストライブ、コメビュー導入テスト配信です。適当にね、コメビューを突っ込んでみたんで、まぁ、ちょっとね、具合がどうかっていうのを確認しながらやっていきたいと思います。マイコン量でかいかな？ちょっと話すか。こんなもんでいいかな。あ、黒人さんがオンラインになりました。まあ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 、コメント来ないと思うけど一応コメビューつけてみたわ。ちょっとパークで同じ人相手に連戦したいですね。人か？人だ。人か、あれ向こう向いてんのか。まあいいわ。誰も空いてないんですな。人はいるけど待ち受けてないからさ、どうしたもんかね。ここもやってないのかこれ。まあいいや、トレーニング待ち受けでいいか。久々のツイッチ配信だな。なんだ、ライブ開始するとスマホになんか通知くんのか。メビはシンプルでいいと思ってるんですよね、俺は。なんか枠とか色とかいろいろつけられたけど、結局暗黒が一番いいわ。スライドガルダっつうのもあるんだね。どうやってやんの？
ミストファイナー、ミストファイナー、ジョニー。ジョニーって上の名ファミリーネームはなんて言うんだ。ナス。やっちまった。マッチョマン。マッチョマンめ。ああ。当然シミするわな。うわちょっとよ、やっぱ画面ちっちゃくなのやだな。画質とかどうなんだろう。あは、その帽子消臭効果もある。グレートだぜ。その帽子消臭効果もあるのか。うわ、中段無理。うわマジか、あの距離で攻撃されると対空出んな。ありますか？ありました。
あー間違えた。いらねえ、いらねえ、キャンセルしちゃった。うわ中断か。うげえ。当たんなかった。なんで？そんなことある？うわ中断早っ。投げにストリートファイターの投げをしたんだよな。あれあれ2回目のガルだって飛べんの。下段それ。そう早すぎるわ。オーケー。あれね、あの空中ミストファイナーマジガードできんな。マッチマン、マッチマンベイ。あれガチきついな。その帽子消臭効果もある。グレイトだぜ。俺か。デュオルワン、レッツロック。そこが、なんで裏投げなんだ。うわ下段だ。画面端嫌いなのか。
マジか。うそれ無理マジ早すぎ。リープアタックぐらい早いな。きつまあカウンターだよな。一死は報いだ。オーケー。相手がロマキャンしたときにバーストするのはクソ弱いね。無理か。手出せんな。うわ下段か。届かなかった中 P。うげえ。うわやってね、間違えた。やべ。これマジ無理だな。逆に言うとあれ以外は全部しゃがみカードでいいのか。言った先から下段食らっちまった。
そういえばツイッターでお知らせするの忘れてたな。うぎゃあれ見てから立てるかな、あの中段。あ、無理だ、早すぎ。まあ、浮いたらでいいのかな、まあ、浮いた瞬間にはなんか飛んでんだけど。うわ、裏回りだ。割り込めん、マジで。マジか、早すぎる。ちょっとツイッター書こう。間違えた、 Facebook になっちまった。やってねえぜ。グレイトだぜ。うげえ。これもったいないバースを使ったね。早すぎる、マジで反応できないな。うぶえ。その帽子。
うえ。うわーマジか、うげえ。にゃあ、下段か。マジか、絶対投げに来ると思った。飛べないか。うわー、なんですって、超ギリだ。今立ってたんだけどな、削りとかあんのかこれ。
にゃあ。ちょーもったいねー。ちょミストファイナーガードしてさ振りすぎんだけど。ミストファイナーガードやばいな。あれガルダインパクト並みのガード交渉がある。あの速度で出て、ちょあの青いロマキャンのちょフレーム状況がよくわからない。休憩すか。その帽子消臭効果もあるのか。グレイトだぜ。消臭効果もあるのか。やはり米火導入したはいいが誰も来ないと虚しすぎるな。まあ2年ぶりにツイッチやっといて何言っとんねんって話もあるけど。タイトルに初心者とか入れとこ。さっきのジョニーは何階層の人だったんだろうな。
結構当たるなこれ。チョップカウントしたらとりあえず入れとくべきだな。10階だ。なんですか？出た。あの裏まで超速いな。当たんないか。マジ？
何あのガードの構え。マジ？裁縫として人生終わっちゃった。ここは日本だ。数日で郵送されてくるさ。歌舞伎町なら諦めな。これ何あれマジで。実は該当しそうなのが交番に届いてるから取りに行ってる。ちょマジでポチョンキンバスター出んな。エルファイヤー、これマジ一色化的な。あれどこ？なんだよそれ。どっかの司令室みたいなところでホワイトハウスの状況を見てただけの人。間違いないね。この人何もしなかったよな。武器一回も出さなかったからな。うげえ、間違えてバーストゲージまで使った上に何もいられなかった。集団下段のあのコンボ、あれ技えぐいな。あれきついよ。
あれガーフだろ実際。俺ガイルのさ中足前中 P の連携すらガードできないのに。何？ていうかコミビ実装してみたけどどうですか？いいですか？ちょ、なんで食らってる？俺なんか今パリしたぞ。ドライブパリしたぞ今。玉見てドライブパリしまった。これマジ無理。あったな今気づいた。なんじゃ。コメビュー廃止、コメビュー導入テストぞこの配信は。あまりにも自然すぎたか。うげえ。ちょっとさ、このゲームキンバリーしかいねえんだけど。ぬげえ。はい。やってるわけあるっす。あ、やば。ペガタさんはプレイ画面にコメント表示されてるの、さすがにそんな、それはないですね。それは見づらすぎる。これさ、マジでさ、置き攻めに空中判定の技振られるとマジ強いの。投げようと思った時にやっぱ投げすか取られるもんな。激しい。ヘルファイヤー、ヘルファイヤー。誰も超えられん。親のレシピ、俺の才能だな。ナグ。うわみんな打撃重ねうますぎるわこの裏回りよ。投げられない、絶対投げられない連携を組んでるよな。うまいわ。うまいっていうかさ、やっぱみんな知って、知識すごいよな。当たり前なんだろうけどさ。裏回り。うわ
あ、裏回り来た。負けた。その帽子に消臭効果もあるのか。ブレイクだぜ。うげえ。あれなんとかなんないかな。チップもそうだけど、この急に裏に来るやつはマジ反応できない。あれ実質ガーフ技だよ。あの無敵技なんなんだよ。胸を張るっていう無敵技なんなんだよ。で、勝利まであると。ヘルファイユー。うわ、裏回りジャンプしてよけたのに。殺意の波動に目覚めたリンクに見えてきた。この曲リズム天国のシーソーの曲っぽい。これを相手によくやった。そうですか。こんなタッタララーみたいな感じなの。いや、いいな昇竜。久しぶりにソウル使ってみようかな。うわ、いいな昇竜。さすがに。ガードしました。下段ですか。裏回り来るよ。いいな昇竜。え、駒投げあんの。うげえ、中断。うん。ああ、無理ゲー、無理ゲーだ。何様だ。ダイエットバーナー。ちょっと打撃が少なすぎて全部飛ばれちゃうな。ヘルファイヤー、ヘルファイヤー。マンカインドニュー。なんかなんなあの、あれスクッドムだろう。あれ実はこの後何死んだろうな。中央で投げた後やることなさすぎる。んー、いいな昇竜。スリップだ。ダウじゃない。ボクシング系にありそうな。ボタンを押したらカウンターなんだよな。カウンターボタンみたい。フォルトレスディフェンス。フォルトレスディフェンスの存在忘れていたぞ。いや、いいな昇竜。
いや行き過ぎ。まだある。一見終わったかに見せかけてまだもう一回突撃くらく。裏回りは無理です。レオの醤油派手でかっこいいな。マノンみたいだけど。誰も超えられん。親のレシピ。俺の。マンカ。ドゥオワン。レッツロー。うわあ、なんかそれ来る気はしたんだけど。裏回り無理だって。跳ね返した。上裏回り中断。あの速度で中断無理だろ。あの速度の中断無理だって。そっからコンボは痛いんだよな。あれ鉄拳だったら無敵の下段と呼ばれてるレベルだな。奈落だ奈落。ガルドイ。結局スラッシュハイスラッシュが一番強い。なんなんだあのザンギエフのスト5のザンギエフの V スキル1みたいなやつは。すごい中段の量。まあこれ減らせてはいるけど全く勝てんな。実先にしときますか。俺を相手によく。テレテテテテテン。なんか金網の音するんだけど何？俺どこにいるっていうか、あれか。なんであの人ふんわりジャンプできるの？魅力的なコタ。ディライラの髪型カラーを。ディライラのコスチューム6。なんだブロッコリーって。日本サバ3の人数は9人。俺だけ溢れてるか確か。
ここにいる人は、あ、違う違う違う。どうやって見んだっけ。プレイヤーリストみたいなのがあったと思うんだけど、これか。あ、階層書いてね。10回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 無記入、10回10回10回無記入。この人さっき戦った人だな多分。10回と不明な人しかいない。だから俺がプラチナだった時にバトルハブでマスターと戦ってたようなもんだからな。これラウンド取れるだけでいいわ。例えば昨日ツイッチもたもた配信者見て回ってたら、なんかソルのキャラクターをさ女にしてる人いたんだけど、どうやってやんのあれ。やんないけど。忘れたわ、なんだっけ。あ、これか。うわ。うわ。これタイランレイブ出ない忘れた。これは無敵ないんだよね。弱い方しか無敵がないということを一昨日ぐらいにしたから。全然これ当たんないの。どっから行くんだろう。財布拾ったので人生取り戻した。やるじゃないですか。
ちなみにコメントしてから俺が読むまでのタイムラグはこの表示されるまでのタイムラグぐらいだと思ってくれていいと思う。あと俺が気づいてるかと気づいてないかの違いだ。ぶっ飛んでっちゃうときなんだよな。一発目のこれで相手がこの浮いてんだけど、これを二発目につなぐのが早すぎるとどうやらぶっ飛んでっちゃうらしいんだよ。半変されるの YouTube の100倍。さすがスイッチ様といったところだ。それでこの画質維持できるかな。これわかんないけど今1080p60 だから60フレームで出てんだよね。これすごいよね。一応 YouTube でもフル HD の60フレームで配信してるけど、そうすると激遅なんだよ。つながね。なんかみんなさ、なんかこんなやってるよな。わかんないんだけど、レシピがわかんないけど。ここでダストアタックみたいなことやってんだよ。誰か来た。俺のザコソルと戦ってくれ。アーバー。あ、てか2時過ぎてんじゃん。終わんなきゃ。いい色だなこれ。やべえやべえ、何も追撃がわからん。これより自由が丘へ向かってくれたまえ。目の前でボルテックス終わった。
うわぁ、あれ中断なの早すぎるわ、あの中断は早すぎるぞ。てかマジでこのゲームの中断一つもガードできねえ。見てから、まあストリートファイター無理か。何が起きた？このゲームの中断どれかわからない。10発に1回ぐらい中断だね。びっくりした。ソルの中段がどれかも分かんないしな。これ中段かな。財布拾った人が何も権利を主張しなかったらしいんだけど、主張されたらどうなっていたんだ。それはもう所有権が移動しただろう。OD 昇竜の感覚で昇竜こすってみてるんだけど全く当たらんね。あ、死んだ。うほ、前 P で割り込んでみようかなって思ったりもしてるんだけどね、全部カウンター取られて終わるんだよな。前 P の上半身無敵を活かせるタイミングはね、ちっともわからん。腰上無敵のはずそうなんだがね、やっぱ今の攻撃みたいな、ああいうのに合わせて使わなきゃいけないんだけど、いつかわかんねえんだよ。俺の反撃安すぎる。ほら終わり。あ、今合わせたって。絶対カウント
この辺、合わせてマイピー押してんだけどな。うげえ。あ、死んだ。うはは、調子乗りやがって。お話にもなりゃしねえぜ。ないで、強すぎるよ。これどう？ダメ？当たった。これ投げかな多分。火力が違いすぎる。その必殺技の時の姿がギアってことらしい。知らんけど多分そう。うわっ、マイピー押してます本当に。あー投げられちゃった。パナシで1ラウンド取っただけ。マジか。うわあ。これはバトルハブ、そうバトルハブです。だからマスターしかいません。マヘピーで割り込んだとボルガニックワイパー当たんねんだ。いやー、上がられるな。ここ OK 割り込んだ。ドラゴンインストールじゃん。じゃんってなんだ、ありものみたいに。ああドラゴンインストールねじゃないんだよ。なんだドラゴンインストールかみたいな。投げか。
ギヤあ、すごい二回牽引牽引わかんない技技名あなんだなんだ重いぞ重い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 なんだ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 重すぎる無効試合にしたいなこれもう別にいいけどさ早くこのラウンド終わりたいなおい重すぎる誰ですか電子レンジを使ってるやつはああもういややりましょういいですよいやいいんだけどないいんだけどなこうなると手出しづらいかないい終わらせてくれコパンしよう、はいきまずいてきまずいてこれこれ走ってるとテンションゲージ回復すんだすげえスト6みたい俺だけテンションゲージマックスにしてるよし行くぜうわー勝利で割り込めんかったスト6がパクった知ってます梅原が散々言ってたからねうげまあこんなもんにしとこうか寝ないと死ぬからなどうですか米びわ米びわあった方がいいですかなくてもいいですか。ちょっとやっぱ画面ちっちゃくなるからね、カメビュー入れるとね。ないよりあった方がいい。あ、そう。じゃあ使うか。まあでも、ゼルダに関しては、もう YouTube で全画面でやっちゃってるから、ゼルダに関しては最後まであれでやろうかな。バイオも。またなんか新しくシリーズやるときと、格ゲーはスイッチで、コメビありでもいいかなって感じがするね。今日晩ご飯何食べたっけな。あ、スパゲティ茹でたんだ。任天堂公式チャンネルのケンコマの番組のザコシが出てる回ウォッチパしましょう。いや、そういうのダメなんだってやったら。そういうのウォッチパするとね、バンされたりするからダメだ。ちゃんと許可いないと人の配信はね、載せらんないんだよ。挨拶かましとくか。あ、これ定型文ないのこれ。定型文ないんだ。めんどくさい。Twitch は厳しいから YouTube でやりましょう。YouTube もダメなんだよ。配信ではダメなんだよ。
挨拶した瞬間消えたぞ。公式配信ってタイトルにつければ、公式ミラー配信ってタイトルにつければ大丈夫です。いや、めちゃくちゃ嘘じゃん。めちゃくちゃ嘘つく。これさ、観戦できないんだよね。ルームマッチだとできるんだけど、パークっていうところだとできないみたい。見てほしいので、まあそれは、リンク貼っといてくれればいつかどっかで見るかもね。レーザーソード赤さ、これ自体はいいんだけど、なんかちっちゃくて見栄えし悪いんだよな。やっぱレンチか金属バットの方がいいよな。まあレンチか、おもちゃの剣。ブロッコリーってこれかい。帽子をテスタメントにしました。よりロブルッチみたいになってしまった。ロブルッチの実ってなんだっけ、あれタイガーみたいなさ、トラトロの実、あれ何々の実、ロブルッチ幻獣種モデルトラ、猫猫、あれ猫猫なんだ。羽がね、あれなんか6000もらった、なんで。じゃあ釣りするか。ファウストの靴、民族風の仮面、え、めっちゃ気になるじゃんこれ。メイのコスチューム、ソルのコスチューム、ハイカットスニーカー、ディライラの靴、マジでプレビューしてくれ、どんなんかわかんねえから。ミリアの帽子いらん、高まる緊張。音楽全然出ないよな。割と音楽欲しい派なんだけどな、俺。バイクの危機。知らねえ。なんか民族風仮面みたいなやつめっちゃ気になるな。見に行こう。アバター。帽子だろ。
これか。うわぁ、こういうのドラクエにいたやろ、なんか。メイの帽子似合うな。割とこれも好きなんだけど、これ無表情超怖くない、これ。このアンダーテイルの主人公みたいなやつもあるから、これもアンダーテイルの主人公の真の姿みたいな。真の姿じゃないな、元いた人間の方。終わりますか。じゃあお疲れした。もういい時間なんでな。映像映さないで落ちパお願いします。それダメだって、音流してもバンだから。無断で音流してもバンだからダメです。そうね、昔やってたなんかついなんだっけ、なんかあったよな、俺が配信したやつ。ツイキャスじゃなくて、あるかな、まだ。あ、もう消してるわ。あ、ケイブチューブだ。壁つべ、壁つべ、懐かしい。壁つべ使ってたな。当時はまだこんな気軽に生配信できるサイトもあんまりなかったからね。ニコニコとかでさ、まだ枠取ってた時代よ。30分ごとに枠取り直して、和骨ですとかやってた時代ですからね。マイクラやってた時の。あれ、マイクラやってたの、壁つべだっけ？なんかスカイリムとかやってた記憶あるけどな。あれ、録画も残ってないのもったいないよね。まあ、大したもんじゃねえか。録画って意味と言うと、俺、バイオ RE2 の録画も全部あるんだよな。あれも YouTube に上げればいいんだけど、めんどくさくてな。で、そうだ、この配信を録画したやつを YouTube に上げられるかどうかも、どんぐらいの手間かかるかっていうのをやんなきゃいけないんだよな。なぜ壁つべの話できたかというと、したかというと、壁つべぐらいどうでもよかったらバンされてもいいから見てもよかったっていう話だけどね。じゃあ終わります。お疲れ。